一致の止めは、嫁いびりが趣味のような人間である。何をやっても文句を言われる日々に、かなりうんざりしていた一致だったが、ド天然な妹が遊びに来たことによって、事態は急変する。ド天然妹によって、何が起きたのか？一致は嫁いびりの日々から、解放されることができるのか？嫁いびり大好きな止めに、ド天然の妹をぶつけた結果、私と夫は婚活で出会って、結婚しました。今時珍しいお見合い結婚だったのですが、最初は二人で幸せな日々を送っていたんです。しかし、数年前に夫が突然の他界、夫は一人っ子だったので、トメは一人で暮らさなければいけなくなってしまいました。トメは夫の仕事で自分の地元を離れており、何かあった時に頼れる相手もいません。それを理由に、夫から同居を提案された時、私はトメをかわいそうに思って、承諾してしまったのです。もう本当にそれが間違いでした。トメは同居するまでは、物静かでおとなしい人だったのですが、同居を始めてから本性を表したのです。トメは私のやることなすこと、すべてに文句を言ってきます。料理を作れば。ありがこすぎるわ。嫁子さんは、私に一刻も早く、天国に行ってほしいと思っているのね。と嫌味を言われ、掃除機をかければ。まだゴミが残っているわよ。老眼の私でも見えるゴミを見逃すなんて。目隠しでもして掃除機をかけているのかしら。と嫌味たっぷり。私はもううんざりしていました。うわぁ、うざいとめだなぁ。テンプレ的な嫁いびりだけど、こういう小さなことが積み重なると、かなりのストレスになるんだよな。そうなんです。私はもう、かなりストレスが溜まっていたので、とめに言い返すことも増えました。料理に文句を言われたら、味噌汁の味が濃いなら、さゆたしますとか、掃除に文句があるなら、とめさんが掃除機かけていいですよ。どうぞどうぞ、よろしくお願いします。とか言って、とめに反抗していました。私ととめのバトルに一番困っていたのは、夫です。いつも、仲良くしてくれよ。と情けない声で言っている夫が気の毒でしたが、私は気が強く、やられっぱなしなんて、絶対に嫌でした。トメの嫁いびりに真っ向から戦いを挑んでいた一致。その間に挟まれた夫の精神が削られていく中、ある日一致の妹が遊びに来ることになった。私の妹は、昔から明るい性格の人気者です。何でもかんでも、信じられないほどポジティブに捉える子なので、私は妹のその天然ものの明るさを羨ましく思っていました。そんな妹がうちに泊まりに来たいとのこと。私が義母と同居している義実家は、妹が暮らしている場所からは、新幹線の距離です。妹は観光で旅行に来るついでに、私に会いに行きたいと言ってくれていました。トメに一応妹が来ることを言っておくと、トメは、あなたの妹さんって、ちょっとおかしい子よね。大丈夫なの？と言われたので、妹はおかしくないですよ。天然で異常に涙もろいだけです。と答えました。トメが心配しているのは、私と夫の結婚式で妹とトメは対面したことがあるからです。妹はびっくりするくらい感情表現が豊かな子です。結婚式では、お姉ちゃんが結婚するのが寂しいのと、お姉ちゃんが幸せそうにしているのを見たら、嬉しくて涙が止まらないの。お姉ちゃんのウェディングドレス姿も綺麗でびっくりしたし、本当に涙が止まらなくて困る。と言って、結婚式の間中ずっと泣いていたので、トメは妹のことを、おかしい子、なんて失礼な言い方をしたのでしょう。トメはブツブツ言いながらも、妹が来るのを拒否していたわけでもないので、私は我が家に泊まりに来たいという妹に OK を出しました。文句を言いながらも、一致の妹が泊まりに来ることを、承知したトメ。しかしトメはこれを拒否しなかったことを後悔することになる。妹がやってきた当日は、夫は出張でいませんでした。妹は、旦那さんにも会いたかったなぁ。と残念そうにしていましたが、それに対してトメがふんっと鼻で笑います。どうせあなたはうちを宿代わりに使おうと思っただけの、ケチくさい気持ちでうちに泊まりに来たんでしょう。あなたに安い食事なんて、何一つないんだからね。トメのいきなりの攻撃に私はびっくり。嫁である私をいびるだけなら、まだわかるんですが、嫁の妹までいびるんかいと、本当に驚きました。坊主肉けらけさまで憎いってやつだな。妹ちゃんびっくりしただろう。大丈夫だったのか？ご安心ください。うちの妹は常識なんて通じない。私には理解不能な思考回路の持ち主なんです。そんな妹はトメのケチくさい&宿代わりにしているという発言に対して、
ここって素敵なお家ですもんね。お母さんはお金持ちで羨ましいです。あ、でもここに来たのはお姉ちゃんとお母さんに会いたかったからですよ。結婚式では、私たくさん泣いちゃって、あんまりお話できなかったので、お母さんのこと知りたいなって思ってたんです。ニコニコと純真無垢なことを言われたとめはタジタジ。え、あ、そうなの？って言って動揺しているのが珍しくて、少し笑えました。妹はとめがびっくりしていることなんて、気にもせずに。私と談笑していたのですが、とめが突然私たちの話に入ってきて。うるさい。と一言、ポカンとした妹が。ごめんなさい。と小声で言うと、とめはチャンスと見たのか妹に追撃しました。大体あなたもアラサーでしょう。結婚もしないでフラフラして。楽しそうでいいわね。仕事ばかりしていないで。早く誰かと結婚して家庭に入って。子供を産むのが、国のためだと思わないの？国のために子供を産めなんていう。いつの時代の考えだよというようなことを言われた妹は、ぎょとんとした後に、肩を震わせました。妹はとめの発言に、びっくりしてしまったのではないかと思い、お母さん、妹に絡まないでください。と言うと、ダメだよ、お姉ちゃん。と、妹が目尻に浮かんだ涙を拭って言いました。お母さんは、きっと寂しいんだよ。妹の発言にとめポカン。私もポカン。お母さんが私たちくらいの年齢だった時代は、きっと、そういう考えが主流だったんですよね。お母さんは、ずっと専業主婦だったんですか？仕事の楽しさを知ることもなく、旦那さんを育てるために頑張ってこられたんですね。本当は、外に出て働きたいと思っていたんじゃないですか？妹のぶっ飛んだ思考回路では、とめの嫌味は、仕事をする女性への憧れに変換されてしまったようです。働きたいなんて思ってないわよ。ととめが言うと、妹は、いいえ、そんなはずありません。だってさっき、結婚もしないでフラフラして、楽しそうでいいわねって、おっしゃってたじゃないですか。今からでもお仕事はできますよ。お母さんくらいの年齢でも働かれている方はたくさんいます。そういった妹はスマホで即求人募集を検索開始。とめはずっと動揺しっぱなしで。私は親身になって求人情報をとめに見せる妹に、もうニッコニコだった。とめ、働かされてしまうのか？妹さん善意の塊で暴走するタイプだな。同じ両親に同じ環境で育てられたのに、善意でとめに仕事を紹介している妹とは違って、私は動揺しまくっているとめに、邪魔、と思っていました。妹が見せた求人情報で、じゃあここ、と言ってとめが、指さしたのは、保育園のバイトでした。実はとめ、うとと結婚する前は保育士をしていたんだそうです。行動力のある妹はその場でとめに電話をさせて、面接日を決定。冷蔵庫にかかっているカレンダーに、妹は大きな花丸をつけて。お仕事できるといいですね。きっと面接は受かりますよ。お母さん、ハキハキ喋るのがお上手ですもん。とニコニコしていた。これで妹のターンは終了。と思いきや、妹のターンはまだ続きます。でもお仕事するだけじゃ、ふらふら楽しくは生きられませんよ。私と一緒に旅行に行きましょう。きっと楽しいですよ。とめの驚く声に、私は飲んでいたお茶を思わず吹き出しかけました。妹の考えでは、とめは仕事をして、自由に旅に行く生活を送りたいのではないかと思っていたようです。とめは地元から出たことがなく、旅行になんて行ったことがないそうです。それを聞いて、また目尻に涙をにじませる妹。とめとしては、旅行はしたことがないから、行きたくない、という意味で話したことが、妹の中では、旅行に行く楽しみをまだ知らない、に変換されていました。妹の暴走すごいな。とめ、これはきついぞ。妹はめちゃくちゃ張り切って、今度は旅行先を探し始めます。推しの強い妹に、とめはもう逃れられないと思った様子。妹は趣味が旅行で、いろいろなところに一人旅をしているため、観光地の知識が豊富です。今の時期ならどこに行くのがいい。旅行プランは私に任せてくれれば大丈夫。と、ノリノリな様子の妹に、とめが私に、助けて、の視線を送ってきた時には、かなりスッとした気持ちになり、妹グッジョブとしか言えませんでした。そうね。なあ旅行には行きます。でも、それは嫁子も一緒だったらの話よ。と私に会話のボールをパスしてきたとめ。断れよ、という無言の圧力に屈さず、私は満面の笑みで、いいですよ、私も旅行行きたかったんです。
とお答えしました。トメの絶望顔が目に浮かぶわ。これは一気のファインプレイだわ。こうして絶望している義母と妹と一緒に旅行に行くことになったトメ。保育園のバイトの面接に合格したトメは、週3で保育園でのバイトを始める。ビデオ通話で旅行の段取りなどを話しているうちに、トメの様子は、徐々に変わってきていた。トメは保育園のバイトに受かってから、生き生きしています。今まではダラダラと家事をやっていたのですが、バイトの日の朝は早起きしてキビキビと動くようになりました。さらにびっくりするほど変わったのが、嫁いびりをしなくなったことです。保育園にどんな子がいて面白いとか、こんな子がいてとても可愛かったとか、そういう普通の話を私にしてくれるようになりました。今まで兼業主婦の私に、仕事なんかやめて家庭に尽くしなさい。と言っていたのに、嘘のように言わなくなりました。早く孫を産めという要求もなくなり、私の生活はかなり快適なものになっていきました。そして旅行当日、義母はこの日のために、新しいキャリーケースと新しいお洋服を準備していました。おめかしして、トメが、さあ、行くわよ。と言って部屋から出てきたとき、私は微笑ましすぎて、トメに、可愛いですね、と言うと、馬鹿にしてるのかと怒られました。これは一致が悪いだろ。ちゃんとごめんなさいしたのか？もちろんきちんと謝った上で、お洋服が素敵だったのでと言っておきました。心よく私たちを送り出してくれた夫に家は任せて、私たちは妹に合流。旅行先は私たちが住んでいるところと、妹が住んでいるところのちょうど中間地点に当たるところで、移動もそんなに大変ではありませんでした。妹はトメがゆっくり観光を楽しめるようにと、あまりハードなプランは組んでおらず、のんびりとお花畑を見たり、牧場に行って羊を見たりできる旅行プランで、私もトメも癒される旅になりました。ドキッとしたのは、夜のことです。私とトメが同室、妹は別室を取っていたのですが、夜に遊びに来た妹がトメに、お母さんは本当にいい姑さんですね。と話し出したんです。お嫁さんに意地悪するような人もいるのに、お母さんは全然お姉ちゃんに意地悪を言ってなくて安心しました。嫁の妹である私にも優しくしてくれて、本当に素敵なお姑さんです。と言った妹、嫁いびりされまくっていた私は、ドキッとして固まってしまったのですが、トメは少し黙ってから、首を横に振りました。いいえ、妹さんは勘違いしているわ。私は全くいいお姑さんなんかじゃなかった。嫁子さんのやることなすことに文句を言っていたの。でもね、それは嫁子さんと何を話せばいいのかわからなかったからだったのよ。トメの告白は意外なものでした。トメはなかなか子供ができない体で、やっと授かった子が夫だったそうです。本当はもう一人、できれば女の子が、生まれてほしいと望んでいたそうですが、残念ながら、トメは娘には恵まれませんでした。専業主婦としてずっと働いてきたトメは、人間関係を築くのが下手で、ママ友もできず、いつも孤立していたそうです。そのため、友達は一人もおらず、ウトが亡くなった時に、本当に一人ぼっちになってしまったのだと本当に悲しんだのだとか、そんな時に私が心よく同居してくれて、嬉しかったのに、うまく感情が伝えられなくて、意地悪ばかりしてしまったと告白してくれたのです。トメは好きな子に意地悪する小学生男子かよ。トメはトメで、一気との関わりに悩んでいたんだろうな。私は鈍いので気づいていなかったんですが、トメは私をいびりながら、会話の糸口を探していたのかもしれません。トメの告白に私が驚いていると、トメは言いました。私はあなたのことを本当の娘だと思って、甘えすぎていたわ。今まで意地悪なことを言って、ごめんなさい。トメが深々と頭を下げて謝罪してきたのには、感動して涙が出てしまいました。私はこの時やっと、嫁入りできたような気がしたんです。私もこちらこそ鈍くて申し訳なかったと謝って、私とトメは見事に和解。涙もろい妹は、私たちに、仲直りの握手してください。と言って、私とトメの手をつながせながらも、ボロボロと涙をこぼしていました。これは妹でなくても泣くやろ。やっと本当の意味で、一輝とトメは家族になれたんだな。本当にそうですね。私とトメは、この旅行で仲を深めて、自宅に帰り、夫は心底安心した様子を見せていました。トメは夫にも今までのことを謝って、これからは意地悪なことは言わないと約束をしてくれました。私とトメの間に挟まれていた夫は、私たちが仲良くなったことで、心底安心したようです。この旅行で仲良くなったのは、私とトメだけではありません。
妹とトメも仲良くなりました。トメは人生初の旅行が、本当に楽しかったようで、保育園のバイトで貯めたお金で、旅行を趣味にしました。観光地に詳しい妹に、旅行先はどこがいいかをトメが電話すると、妹は仕事の都合がつく限りは、トメと二人で旅行に行ってくれています。その旅行に、私も仕事の都合がつけば、一緒に行っているというのが今です。保育園で働いて、旅行という趣味を生きがいに、日々を楽しんでいるトメは、もう会話のネタに困らなくなりました。今では保育園のバイト仲間に友人もできたようで、時々その友人と一緒にお茶に行ったりもしています。ほぼ引きこもり状態だったトメを、ここまでアクティブにさせてくれた妹には、私も夫も感謝でいっぱいです。トメにはこれからの人生を精一杯楽しんで生きてもらいたいと思っています。というわけで、トメが最近始めた、健康のためのお散歩に付き合ってきます。最後まで読んでくれた人、ありがとうございました。こちらこそほっこりする話をありがとう。殺伐としたこの世界で、一騎たちの話は輝いてたわ。余命入りするトメの中には、孤独を感じてる人もいるのかもしれんな。これからもトメと仲良く幸せに過ごすんだぞ。余命入りしてくるトメは、一騎の妹の天然パワーによって、孤独を克服、無事に妖トメへと変化したのだった。一騎はこれからもトメと楽しく暮らしていくのだろう。もしもあなたに一騎のようなトメがいて、今回のようなトラブルを抱えていたらどうしますか？コメントにて教えてくださいね。それでは今回はご視聴ありがとうございました。ちなみに旅行に行くなら、早めに予定を立てると、交通手段も宿泊先も早割で安くなることが多いです。行くまでの日々も楽しいのが旅行なので、予定は早め早めに立てておくことを、おすすめします。